ご覧ください。これがこの世の地獄です。ボッコボコで草。今回の相手は最近環境キャラと言われて猛威を振るっているイタカ。なすすべもなく蹂躙されていますね。ちなみに囚人は序盤でまあまあな即死をしてしまったので普通に全滅コースです。残り3人で4台の暗号機を回さなければなりません。そして負傷をしていない私たちが踊り子さんの救助になるんだね。デカペの暗号機は終わりかけだけど終わらせたら多分間に合わないからね。チャットを見て引き継ぎをしてくれることを祈りながら私は救助に向かいます。てかなんかイタカいないんですけど。救助に間に合わないと呼んで記者さんに圧かけしに行ったみたい。あ、それならラッキーですね。記者さんもダウンしないのナイスすぎる。そのおかげで少し光明が見えてきました。ちなみに今1台終わっているのは私の最初の暗号機な模様。あと2台目のレカペは8割となんか解読キャラレベルで回しております。で、無事に無傷救助できたけど、そもそも今回フラゴ採用だから救助してもなかなか稼げないね。まあご安心ください。私にかかればこの絶望的な状況を好転させることができるんですよ。称しておりますが、いいえこの負傷は作戦です。この負傷によってハンターは踊り子を二度と椅子に座らせることができません。まあ霊夢さんを縛けば普通に座らせられるので代用されてますね。この長い障害物がある中風を使えませんね。それを察知して踊り子の方に向かったな。こうやっておびき寄せることで障害物から距離を取らせることを強要されたわけだが、踊り子の風船救助という取れ高を餌に両方を狩る。まるで飛んで火にいる夏の虫。これで先ほどよりも距離が詰まってしまいましたね。まあ大丈夫ですよ。私がそう黙ってやられるようなキャラではないことは皆さんご存知だと思います。確かにクソはめきながら死ぬような。フライホイール、いやそういうことじゃねえよ。ここでフライホイールを使い、イタカのスキルを腐らせることができたね。その後のケアを1スタンで補って、ここの窓枠に間に合うかどうかではなくて気合で間に合わせましょう。できたら苦労しないでいき。で、これ一番やっちゃいけないのが私が倒れてしまうことなので、いつもよりもより集中してチェイスしていきます。まあ踊り子は次飛び出し、起死回生を使ったとしてもセカンドチェイスが伸びる限り妙だからな。ここで踊り子が起き上がったね。ただ機動力が高いイタカってこともあってすぐに踊り子の方に向かっちゃったよ。そしたら作戦 B で行きましょう。作戦 B って言われても何も聞かされてないんだが、作戦 B と言ったら2人でチェイスしまくれば実質無限にチェイスできるのでは作戦のことですけど、あまりにも不確定すぎる作戦名で草。踊り子さんは建物でなんとかチェイスしているみたいだけど、このままだとすぐにダウンしちゃうかもね。まあハンターの方が足が速い上窓枠乗り越え速度を速くできるイタカ相手だとこのポジションではすぐに追いつかれてしまいます。しかしこのように近くで呪いを貯めておきながら1スタンでケアし続けてみましょう。すると踊り子が無限にチェイスをすることができるんですね。まあそれ霊夢さんを倒せば解決するわけですが、早速破綻しましたね。まあ一見弱く見えるこのポジションですが、呪術師だとこれめちゃくちゃ伸ばせるんですよね。ここギリギリオルゴールの範囲なのでそこを通ることで足が速くなります。普通に窓を乗り越えるのであればさらに追加でもう一周できますよ。これ第五人格って神ゲーだったかもしれないわ。ただスキルで窓を乗り越えてきたぞ。こうなってしまうとなかなか距離も離すことができないし、きついんじゃないか。まあ確かにそれはそうですね。そうなったら1スタンでケアして終わりですよ。できるだけ引きつけてからの、はいもう一周追加。今度は逆回りで追いかけてきましたね。まあこっちから回った方がおそ乗り越えしにくいので強いし逆効果ですけど、かと思ったら今度はまた逆回りだな。これ追いつけないと悟ったのか揺さぶってきてるぞ。ただこの時点で相当時間稼げたし、呪いもそこそこ貯めることができたね。それを嫌って肩でチェンしたみたい。まあ十分に活躍できたでしょう。これ結果論ですが、ハンター側の最適解はオルゴールを早めに壊すことでしたね。境界内を回していた記者がダウンしてしまいました。とりあえず全員負傷してるし立て直しが最優先だね。で、誰が救助に行くんだ？まあ二人とも危機一髪ないし粘着できる私かな。呪いも2個溜まっているし少しくらいなら粘着できると思うんだよね。あ、そういえばオルゴールあったね。これ間に合うかな。最悪9割救助でもいいんじゃない？まあ記者のロケットチェアのゲージ進行は 10% 遅いからね。通電後に即飛びされるとすぐにゲートに飛んできそうだし、ここは4割で行こう。幸いにもレカペは終わりかけ、残り1台分と引き継ぎ分時間を稼げば3通。フライホイールも復活したし、そこそこの時間は稼げると思います。なんせ私プロなんで。ということで踊り子に解読は任せて、私のスーパーキャリーを見せていきましょう。椅子前に着く時間もちょうどいい感じ。これなら余裕を持った救助ができそうです。ここで恐怖とかを取られなければいいけど、あ、せかすために殴ってきたね。そしたら確実に救助してっと、ここの板でイタカをさらに足止めしていきましょう。しねえ。まぬけ。誰だってミスはしますからね。どんまいどんまい。絶対ミスした側が言う言葉じゃなくて草。あとは記者さんがどれだけ持つかにかかっているけど、なかなか厳しそうだね。ここで起死回生使えるまでチェイス伸びたらまだ希望はありますよ。お、ここでカメラキッズの肉壁で距離を離すことができそうだ。距離が離せたら折り返ししてくるときに起き上がることができそうだね。あともう少しで回復できそうだけど、ここでダウン、どう？まあトンネル対象の記者を座らせるでしょう。なので私が起死回生で起き上がれます。踊り子が暗号機を1台回してるし、レカペ引き継いでくれたら死に救助で3通かな。レカペまで行く時間を考えるとゴリゴリの9割を狙いたいけど、あまりにも欲張るとスキルで救助妨害されて記者が吹っ飛ぶんですよね。まあまずは境界の窓枠で待機しながら救助のタイミングを伺いましょうか。いやー、まさかあの全滅ルートからワンチャン勝ちが見えてくるようになるとは。これ私呪術師の才能があるかもしれませんね。痛まえクソザコシしてたけどな。あれは事故です。受難で確認した感じ、ちゃんとレカペ側に走ってくれてたね。こう連携が取れると楽しいですよね。じゃ、7割くらいまでここで優雅に待つとしましょうか。え、待って。え、あそこってレカペですか？いや、墓場ですね、あれは。もしかしたら今さっきマップの調整が来て墓場とレカペ入れ替わったりしましたか？現実を見ましょう。あそこは墓場です。
さて、記者の尊い犠牲を見届けた今私たちがすることは？そうです。踊り子にイタカをなすりつけつつハッチを探しましょう。もうちょいプライドとか見せてもろて。そのためにはまずイタカにバレないようにここを離脱する必要があります。クリアリングを欠かさずにひっそりと消えてハッチを探しましょう。幸いにも呪いは4つ溜まっていますからね。これでラストのハッチ攻防も有利に進めることができそうです。霊夢さんイタカ来てます。これバレましたかね？逃げろー。いやなんでいつも私こういう時に限って見つかるんだよ。これが日頃の行いですね。今の目標はとりあえず踊り子さんが寸止め作るまでチェイスすることだね。まあ呪いは4つもあるししばらくは持たせることできると思うけど。暗いホイールもありますからね。まあ私に任せればあと2割くらいは余裕で稼げますよ。はいお手軽1スタン。イタカ対策に呪術師いいかもですね。吸い寄せられるやつも呪いさえ溜まっていれば回避できます。でももう追いつかれそうです。ここで距離を稼ぐための1スタン。クールタイムまでにイタまで間に合えばまだ伸びそう。暗いホイールつけろ。いや、つかねえんだけど怒ってはいけません。人と人とが支え合う必要があるゲームですからね、第五人格は。で、結局そのまま追われてラスチェになるわけですが、これ踊り子になすりつけに行ってもいいですか？怒ってて草。まあ、野良だと連携難しいのは当たり前だし仕方ないよね。それが嫌ならパーティでやれって話だし。ところで皆さん誰かハッチの場所とか知っている人とかいないですかね。それで逃げ切れたらマジで動画的になんとかなるのですけど。一回も画面に出てないと思います。はい、積んだ。呪いも今使い切ったし、これは終了のお知らせです。あとできることといえばフライホイール目押しチャレンジとハッチおみくじしかありません。いっそのことここで病気して踊り子に瞬間移動させるか。さすがにやめましょう。というかなんか謎にチェイス持っているんですけど、この稼いだ時間踊り子の脱出の手助けをしていると考えるとなんか尺ですね。まあこうなったらとことんチェイスしてやりますよ。はい、ステインよく見てよく見て。はい、ここで乗り越えていく。いやー、なんかいい感じにチェイスできてます。こういう時に限ってめちゃくちゃチェイス伸びるのなんなんでしょうかね。踊り子さん、ゲート8割くらいだってよ。今からこっち来てチェイス変われや。ゲート開いたみたいですね。呪いは未だに溜まっていません。ここからレカペに行くのはさすがに厳しそうですね。開けるわけねえだろうが。お前、逃げるのか？本当に逃げるのか？血を飲んで償え。なんか鬼滅っぽいセリフだけど、ただ単にゲームの話なんですよね。それ言っちゃおしまいよ。ってことで、思いのほか長くなったので1試合で終わりです。いやこれいいのか？今回は前回の動画のコメントでおすすめされた呪術師を使っていったぜ。あともう次回くらいは呪術師かな。ありがたいことに他にもサバイバーの要望とか来ていたし答えていきたいね。あと、これそこまで関係ないけど、8月4日でこのチャンネルでの第5歴が5年目となりました。まさかここまで続けられるとは思っていなかったよ。これからも楽しんでいただけるような動画を投稿していきたいと思っているので、これからもよろしくお願いします。それでは、また次回。